アールドミニク・シュタードラーは、オーストリアの作曲家、音楽学者、ピアニスト、聖職者としての働きに敬意を表し、アベ・シュタードラーと呼ばれることもある。シュタードラーはメルクに生まれた。彼は1766年に、メルク修道院のベネディクト会修道士会に入って、ベネディクト会の修道士となり、1784年から1786年までは修道院長を務めた。 1786年にリリエンフェルトの修道院で、1789年にはクレムス・ミュンスターの修道院で修道院長となった。1791年からはリンツに、1796年からはウィンに教を構えた。彼はモーツァルトの遺産を整理し、また帝国音楽記録係を担当した。1803年からは、 ニーダー・エース・ター・ライフ州のグロスクルトで教区の牧師として働くが、1816年からはウィーンに移って音楽に専念した。シュタードラーは18世紀から19世紀への転換期のウィーンにおいて、音楽の世界で最も重要な人物たちの中で過ごした。彼はモーツァルトをはじめハイドン、ベートーベン、シューベルトラと信仰を築き、モーツァルトに関する著作を数多く残した。 また、彼は、モーツァルトの未完成の作品の保筆完成も行っている。彼は未完に終わった、オーストリア摂政期における音楽の歴史に関する、資料をマッティエリアランツアンゲシヒテレアムジークウンターデン、オステリキシャンン原点に取り組んでおり、これは、オーストリアの音楽に関する初めての歴史書であると、みなされている。彼の作品の大半は、ウィーンのオーストリア国立図書館と、 楽友協会に収められている。1823年から1824年にかけて、シュタードラーはアントン・ディアベリのワルツによる変装曲集の50人の作曲家の一人として参加した。彼はウィーンで生涯を閉じた。ありがとうございます。